福島市の国体記念体育館です。第27回東北空手道選手権大会、今絶好調の小松香選手の初戦です。そして相手は東京城南川崎支部の中村光俊初段です。31歳。さあ小松香選手の初戦、三平師範、はい、1回戦は何としても勝ち上がってほしいですね。そうですね、まあ、1回戦と言わず2回戦3回戦ですけど、はい、まあ、とりあえず1回戦これが初めですからね。試合が始まっています。一般の部は3分間です。序盤から激しい試合です。いいですね、いいですよ、なかなか、はい、小松香持ち味はローキックと言っていました。そうですね、そのローキックいいんじゃないですかね、はい、切れてますね今のところ、はい、いいですよ今の、はい、結構上から振り下ろすんで効くんですよね、はい、彼のは横からじゃなく上から落ちてくるんで見た目が、このロープ、そうですね、でも決まっています。さあ手数でも負けてませんね。そうですね、パンチも出してますから、はい、相手の中村選手は4回目の出場、過去3回は初戦で敗退しています。そう、回し蹴り、いや、いいですね今も、はい、散らしてます、膝蹴り、蹴りを対応しています小松香。さあ膝蹴り、まあ、絞った方がいいですね、あんまり上よりも下段に結構効いてたんで、はい、下段に絞った方がいいということですね。あまり散らさないよりは、はい、散らしてますから、散らさないで絞って帰還した方がいいですね、1分30秒が経過しています。残り半分、中村選手も頑張っています。頑張ってますね、中村が今度前に出始めています。そうですね、だから全日本に出てる選手ですから、はい、それなりに打たれ強さ持ってますから、だからあんまり散らさないである程度一点を狙った方がいいと思うし、小松香も負けてはいません。そうですね、残り1分です。さあ膝蹴り、蹴りの応酬です。ローキック、これダメージはどうなんでしょうかね今。まあ今ちょっとあのそれほどでもなかった、はい、バランス崩した形ですけどね、はいはい、残り30秒、はい、30で出てきましたね、出てきましたね、はい、前に出る中村、小松香ちょっと後退していますが、はい、そうですね、ここで元の位置に戻されます。試合再開です。もう残りありません。3分が経過しました。試合終了です。さあ注目の判定です。赤に1本か2本いきそうですね。白に白4本、旗が上がっています。そうですね、そして主審も白、はい、5対0で中村選手の優勢勝ち。小松香選手1回戦突破なりませんでした。残念ですね。福島市の国体記念体育館です。第27回東北空手道選手権大会、福島の若きエース橋本選手の登場です。三平師範、はい、去年は準々決勝で橋本選手敗れていますが、はい、その橋本選手登場です。そして相手は同じ福島、そうですね、郡山道場の千葉純一です。思い切りですかね、はい、これは思い切りの良さがあるという選手ですか。そうですね、思い切りです、はいはい、福島勢同士の戦いとなります。橋本選手必要な思い切りの良さですね、それは千葉選手持ってるんで。試合が始まりました。試合の中で学んでもらいたいですね、はい、まだ様子を伺っています。橋本の蹴り、回し蹴り、さあ橋本はどんなことを気をつけて戦えばいいんでしょうか。いや、相手に反応していけばいいと思います、はい、全て持ってるんで、あとただどこの、そうですね、どこを消去するかですよね、はい、畳み込むような必要だと思います、まあ、千葉選手は思い切りがいいんでなかなかその辺難しいかもしれませんけど、はい、まあ、道場は違いますが三平先生の門下生ということで知っている相手ではあるわけですか。一緒に稽古したこともあると思います、はい、二人は何回でも、
さあ一旦試合が止まります。試合再開です。去年は準々決勝で敗れています橋本、2回戦で負けるわけにはいきません。さあ前を見てローキック、今のところあまり手数はありませんが、ここで突き、そして反応してますね。蹴りもありました。はい、千葉選手に反応してますね。直樹選手、あ、橋本選手は、さあ左右の突きが入っています千葉。そうですね、いいですね。ローキック、橋本の持ち味というのはどういうところなんでしょうか。そうですね、まあ、一通りのことはできるということで、はい、あと反応がそれなりにしていいですから、はい、ただ今見ているように千葉選手の思い切りよさがこう、はいはい、見てても感じますよね。そうですね、ああいうものが必要ですよね。残り時間あと1分です。この辺から両方とも仕掛けていくと思いますよ、はい、時間のあれで。今のところ両者ともダメージはありませんか。そうですね、どっちかというとあの千葉選手が仕掛けて橋本選手が返す形ですよね今ね。でそれだけじゃ試合は決まらないんで、はい、両方ともどちらが何かを仕掛けていかなきゃならないですね、はいはい、ただそれではさあ手数が増えてきました、はい、両選手、そうですね、接近戦になりました。膝蹴り、橋本の膝蹴りです。あ、仕掛けてきました。逆に橋本手数が増えてきました、仕掛けてきましたね。ラッシュです、橋本前に出ています。さあ千葉も返す。ここは橋本が攻勢に見えますが、残り時間あと15秒、橋本が前に出ます。橋本の突き、接近戦です。あと5秒です。橋本のラッシュ、千葉も返す。ここで3分が経ちました、試合終了です。注目の判定、はい、旗が4本上がりました、はい、そして主審も赤、はい、橋本準々決勝進出です。